いつみ寿丸源ゅの清よは、南北朝時代の豪族。昌平年間に、紀の国日高郡八田省の領主となった。領内の神社や寺を整備し、後に、能、道成寺や、歌舞伎、け賀がの子娘道成寺の題材となる、道成寺の二代目釣り金を寄進し、名文にその名を刻んでいる。大日本国家ホッケ元気や、根弱物語集の説話によれば、 道成寺の初代釣り金は平安時代に安珍清姫の事件で焼けて埋められたとされる。万久島は平安から南北朝まで400年に渡り存在しなかった金を再興したことになる。その最高の金供養に清姫の亡霊が白拍子となって現れたという数字で、能、道成寺や歌舞伎、慶河の小娘道成寺などの道成寺寺者と呼ばれる。 古典芸能の作品群が作られた。道成寺本堂の北面に祀られている秘仏、千寿観世音菩薩も、本堂再建と同時に造造されたとされ、万寿丸以外に世主が想定できないと推測されている。2021年に生誕700年を迎えることから、道成寺物の釣り金を作った人物として、検証する、いつみ万ひさし丸生誕700年を祝う会が、創設された。 ありがとうございます。